これは、カナダで発見された巨大なダムの写真。大きさは約850メートルとあまりに巨大なため、宇宙からでも見えるという。このダムは人工物でなく、哺乳類が何年も何世代も受け継いで作り続けたもの。その生き物が、月種類、ビーバー。自分の生活のために環境を作り変える生き物は、人間とビーバーしかいないと言われている、すごい生態のビーバーを紹介します。ピアイスギル、行きましょです。体中約75センチ、体重約12キロ。月種類、ビーバーから属する哺乳類で、アメリカンビーバーとヨーロッパービーバーが存在しています。北アメリカからヨーロッパの湖、池、�� でもないです適当につけすすぎですね尻尾がとても特徴的で、船を漕ぐオールのような形をしていて、うろこがついています。このでかい尻尾は水面に叩きつけて、でかい音立てることで、家族に危険を知らせることができる。その音は400メートルまで聞こえるそうです。もちろん水中を泳ぐときにも使うことができ、動物園などで人参を変え、二足でポテポテと歩く姿が可愛らしくダサいんですが、水中では水を得た魚のように、時速8キロで泳ぐことができ、15分も潜っていられることができます。川などの水を、木や泥を利用して一目、ダムを作り、その中にロッチという木や泥を4メートルほど積み上げた巣を作ります。淡々と言いました これはめちゃくちゃすごいことで、この適当に山盛りされているだけだと思われて、この巣は入り口が水の中にあって一度潜らないと出入りできないような敵に襲われないようなちゃんとした設計になっています。このことから森の建築家とも呼ばれています。さらにダムを作る理由として、この出入り口が水中にないと意味がないから、水位をコントロールしてるんですね。すごい。さらに水を止めることによって、下流に栄養のある土などが流れることを防ぎます。それによってビーバーが住むダムの周りは植物が成長しやすいんですね。そのため、装飾のビーバーは食に困らない状況ですね。えー、巣作って水蒸気のため敵に襲われないため、植物のために。 ダムを作ってどこまで考えてるのか分かりりませんんが全て計算通りなんでしょうかす,ごすぎるこのダムの設計や巣作りには時間がかかります。大きなオレンジ色の前歯を利用して1日12時間も働きます。働きすぎですね。このことから森の働き者と呼ばれていたり、ワークライカビーバーというビーバーのように働くという英語の言い回しもあります。ダム作りは本能的なもので、施設に保護されたビーバーが誰に教わるでもなく、施設にあるものを使ってダムを作るように組み上げたそうです。本能的にダムを作ろうとするんですね。ビーバーは一夫一妻制で、両親、兄弟、姉妹、みんなで子育てやダム作り、家作りをします。いいですね。 協力してて助け合って生きてるんですね愛を感じるですが、もちろん、自立というものがあって、子供は2歳を過ぎると自立をします。親元を離れ、ダムや巣を作るんですね。ですが、ダム作りというものはそう簡単なものでなく、2歳の子供にダムを作れると言っても人間でも厳しい。親元を離れる際に、ダムをちゃんと作れるのか、テストみたいなものがあるらしいですね。で、もしうまく作れない場合は、もう1年、親の元で学ぶそうです。留年するんですね。ちゃんとできるようになってから一人出しさせるんですね。 そこにも愛を感じる。このビーバーにとって大切なダムですが、実は他の生き物たちにも大変役立っていて、水を止めることで流れが止まって、魚たちは生活しやすくなり繁殖もする。ダムを作ることで草木が育ち、鳥虫草食動物も増え、それを狙う肉食獣もさらに豊かになる。このように他の動植物の環境を支え、整え、サイクルさせてくれる。このことから森の開拓者とも呼ばれたり、生態系のエンジニアとも呼ばれています。さらにダムを作ることで森林火災が起きた場合、ビーバーの巣付近だったり、ダムの上っていうのはとても安全で、避難場所にもなるとされていて、火災の救世主なんて言われたりしています。肩書きが 多すぎる森の建築者者者働き者開拓者エンジニアで救世主人間がが認めてているのが言葉を通じてわかりますですが、ダムを作ることで悪影響の生き物もいて、それがサケです。サケたちは川の流れに逆らって産卵地へ向かうため、ダムがあると産卵場所を失ってしまうんですね。木の壁を見て驚くでしょう。なんだこれはと。せっかくここまで来て、これかと。サケにも悪影響ですが、人間にも影響があって、それが水を溜めることによって、庭が浸水してしまったり、水路などに被害があってしまうんですね。間イ修の南西部には多くのビーバーが生息していて、被害も多かった。世界の頂点にいる人間で、 欲しいものは手に入れ、邪魔なものは駆除する人間だが、ビーバーがいることで、環境や他の生き物たちを助けることを知っていた。まともな人間たちはどうにか駆除せずに違う場所に移住させようとします。この移住方法が面白くて、どのように移住させたかというと、なんと空からパラシュートで落としたそうなんですね。誰が考えたんだよ。そんな空から落とすので消費かよっ思うんですが、ちゃんとした理由があって下道を運ぶのに時間がかかり、暑さに弱い。ビーバーは水を何度も与えたりしないといけなかったため、ストレスを与え死んでしまう可能性があったため、空で短い期間で運ぶしかなかったのです。空から落としてパラシュートが開き、地面に落ちたら起爆。 といいいうう設計にににししししてて何度も実験をを無事に成功したらででですすすすぐさま駆除るるるののはなくどのようにすればお互い生存できるかを考えることはとはても大切ですねこれまでビーバーを紹介しましたが、ビエンの予想ないじゃんって思いますよね。すごいとこしかないと話聞いて思ったかもしれませんが、まあ、そんなビーバーちゃん。1日12時間労働ですごい仕事っぷり。直径15センチの木なら10分かからず倒せる優れ者なんですけど、ちょっとバカなところがあって、木を倒すために一生懸命かじって木を倒すときに、木の下敷きになってしまうものがあります。天才的なタム作りするやつが、 天才的なスズくるやつが、建築家で開拓者で、エンジニアのやつが、自分で倒した木の下敷きになるんだって <laughs>。くそ完璧だと思ったんですけどね、ビーバーは。動物園でも見れる動物なので、ぜひ見に行ってください。人参を一生懸命運ぶサだとか、泳ぎながら飯を食う行儀の悪さとか、含めて全てが可愛いです。ご視聴ありがとうございました。